ニューポール27ニューポール27アメリカ軍が高等練習機として使用したニューポール27ニューポール27はギュスターブ・ドラージュによって設計された第一次世界大戦当時のフランスの服用戦闘機。1916年前半に登場したベベの系列に連なる V 型シチュータンザ戦闘機の最後の機体である。ニューポール27の設計は丸みを帯びた。 後部胴体の形状や丸い翼端及び補助翼などのニューポール24初期型に非常に近いものだった。24で問題が起き、結局ニューポール17タイプに再設計されて24ビスが生まれるきっかけとなった丸い形の尾翼の構造問題はこの頃には解決されており、27ではこの新しい形の尾翼が標準のものとなった。 しかしその時点ではニューポール戦闘機の大部分は実際には高等練習機として使われており24ビスの130馬力ルローヌロータリーエンジンは110または120馬力のものに交換されるケースもしばしばあったニューポール27の作戦上の問題点は装備機銃が1丁のみであることだった稀に2丁の機関銃が装備されることもあったが 性能に著しい悪影響を及ぼし、最もうまくいった場合でも以前の方より、ほんの少しマしな程度であった。ニューポール27は1917年から1918年初頭にかけて、24ビスの補充あるいは交代として、フランス航空隊やイギリス陸軍航空隊、イギリス空軍で少数が使用された。しかし、1918年春までには、 大部分のニューポール、V 市中戦闘機は最前線の任務から引き上げられ、フランス軍ではスパット S13 に、イギリス軍では SE5A に交代した。27はイタリアにも供給され、またバレずに置かれたニューポール末期車でも生産されたが、イタリア軍は最終的にはアンリオ HD1 の方を好んだ。アメリカ陸軍航空部は1918年に、 約120機のニューポール27航空機を購入し、練習機として使用した。27を使用したパイロットの中で最も有名なのは、フランス撃墜王、シャルル・ナンジェッセである。1919年、ポーランドは、ニューポール27を1機購入した。キャメフロジャドニューポール 27C1 インフレンチ、マーキングス初見性能を武装中、生産された。 ニューポール27のほとんどは武装のない高等練習機として使用された。ありがとうございます。